はい、おはようございます。本日はですね、利根川陶器釣り場ですね、陶器ニジマス釣り場でハコスチを狙って釣りをしていきたいと思います。このポイントからやっていこうと思うんですけど、風が出てきたな。よいしょ。そんなに深くないかな。風が強いな。釣れた。釣れなかった。よっしゃ、またかかった。カメラ止めてるとかかるな。これは珍しいな。さっきのよりは小さそうだけど、引くわ。大きいのがでかかったけど、あのこれもでかいな。重心を。あ、釣れた。ダメだ、バラシが多いな。
だかかった。結構溜まってるな、ここ。ああ、登る登る。取れた。おう、じゃあ行け。おう、取れた。このタボが40センチのタボなんで、ちょうどそのぴったりぐらいですね。ぴったりちょっと大きめ、41センチぐらいか。まあでも坊主は逃れたんで良かったです。やりました。やっぱり本流のニジマスなんです。すごいよく引く。いや、すごい。尻尾はちょっと丸いけど、いいニジマス。箱七、
よいしょ、取った。3匹目午後になってちょっとサイズダウンかな。お、40切ったぐらいだな。いつもでもなかなかいい顔つきしたタコ寿司だ。すごい精悍な顔つきをしてます。トイレは若干欠けてるかな。進藤さんからがいいんだ連れてるから。お願いしましょう。お、行った行った。